ようやく2週間のホテルでの隔離生活を終え、バスに乗り込みます。WHO の専門家チームが次々とホテルから出て、バスに乗り込みます。スタッフに手を振る様子も見られます。WHO の専門家チームがようやく2週間のホテルでの隔離生活を終えて、今バスに乗り込みます。これからここ中国武漢で本格的なウイルスの起源に関する調査が行われるとみられます。广东省的马尼拉。